はい、こんにちは、えー。今回は VR 動画の作り方。How to make a VR video。ということで、えー、3本目です、えー。この項目ではですね、えー、あこの動画ではですね、えーまあ、VR 動画の録画から動画の投稿までの説明になるんですが、えー、これすべてを説明するとですね、えーまあ、尋常じゃない長さの動画になってしまうので、 えー、これに関しては流れと重要な点のみの解説とさせていただきます、はい、では早速始めます、はいでえー、まず録画ですね、えーまあえー、動画1本目2本目を正常にいい進めていればですね、えー、ゲームが正常に起動してで、えー、自分の背後から、ね、自分のアバターの撮影を えー、できるところまで来てるんじゃないかなと思います。うん。で、えー、これはそうですね。まあ、OBS というソフトを使って録画してもらうのが、まあ、一番安定じゃないかなと思います。で、NVIDIA とか AMD の 方からも、録画の、えー、ソフトですね。が出てるんですけどね。えー、グラボに付随した、まあ、ある意味依存した、えー、ソフトっていうのが出てるんですけど、えー、あのソフト群ですと、まあ、少し設定項目が少ないので、えー、OBS でやってもらった方が、えー、管理も楽だし、設定もたくさんあるんで、 自分のしたいようにできるということなので、OBS を個人的には推奨します。はい。で、えー、ビートセーバーでカメラが導入できてれば、えー、自分のメインディスプレイですね、の方に、そのカメラ、仮想カメラからの、えー 自分の後ろ姿、アバターとかの後ろ姿なり横の姿を撮影できる状況になっていると思うのでその画面を録画してもらうということになります。で、OBS の設定なんだけども推奨されるのは NVIDIA の NV エンコードか AMD の VCE っていうものを導入した状態で録画するのがいいんじゃないかなという感じです。 で、NVIDIA の NVN コについては、もう、OBS に設定項目が出てきてるはずなので、えー、それを使ってもらえば OK。で、AMD の VCE に関しては、えー、OBS のバージョンによっては対応してないであるとか、えー、あとは外部から、まぁ、あ、有志の、まあ、パッチを当ててもらうみたいな感じかな。 になってると思うんで、えー、AMD Radeon の場合はこっちで有志のものを導入するなり、OBS の設定項目を確認してもらうなりで、最新情報を確認してください。はい。で、えー、H264 1080p 60fps の VBR で録画することを進めます。これなんだよ <laughs>。というとですね、H264 っていうのはこの 推奨される、えーまあ、GPU の録画モードに対応した、えー、録画形式ということになります。えー、でこれ以外でも大丈夫なんだけども、多分 CPU を使うことになるんで、録画が重くなってビートセーバーの場合は、何、えー、て言ったらいいのこの、えー、エッジの処理、角、えー、つくじゃねジャギーの項目で前回話したと思うんだけど、 ジャギーが発生したりとか、フレームレートが減少したりとか、いうことになってしまうんで、基本的に H264 のハードウェアエンコード、GPU に依存したエンコードであー、なりななりで、エンコードじゃねえね。なんて言ったらいい対応した、えー、録画モードで、録画してもらった方がいいと思います。はい。で、1080p って何ですかというとですね、えー、これは解像度ですね。 基本的にテレビとか PC のディスプレイっていうのは 1080p あるいは 4K あるいは 8K とかになってると思います。で、4K だとですね、ちょっとあの動画を見る側にもね、えー、負荷がかかってしまって、例えばスマホで見るときなんていうのは 1080p で十分なんですね。これでも細かすぎるぐらい、うん、なので、まあ、 平均して 1080p で、すすねとということで,、はい、で 60fps って何だよというと、えーまあ、今回はビートセーバーをプレイしてもらってると思うんだけど、その時に動くよね、もちろん。で、動きの滑らかさですね。えー、1秒間に、えー、60枚の画像を連続して流すと動画に見えますという話です。 でテレビとか映画とかは、まあ、29フレームだったりとかするんじゃないかな。うん、でも、まあ、動画に関してはね、えーまあ、60フレームあれば十分で。これ以上に関してはオーバーかなという感じです。はい。で、VBR。VBR って何というとですね、えー、これで録画するじゃないこっちのこの設定を使って録画するでしょ。 で録画をしているときに、えーまあ、フレームが急に増えたり、急に減ったりするシーンがあると思うんだけども、うん、あ、ちょっと訂正するか。フレームじゃない、なんて言ったらいいのかな。動作、動作ですね。えー、腕を振るでしょ。で動作が増えるじゃん。で動作が増えたときにより、その動作の、なんて言ったらいいの指先 ととかかかを細かく録画しますかっていうことなんだよねこれちょっとわかりにくいんだけど、えー、まあ、右手を振るとして、その指先が、まあ、ビットレートって言うんだけど、この数字が少ないと、その指先の解像度がね、そこだけガビガビになっちゃったりするんですよね。うん、その部分だけが。 でこれ VBR 以外にもね CC なんちゃらとかいうね設定もあるんだけどあれはビットレートを変更しないでくださいっていう設定なんですよで変更しないとその指先がガビガビの状態で録画されてしまうということですね簡単に言うとで VBR はそれを回避できるということですなので VBR で録画すると腕なり頭なりを動かしていてもその先が、えー ガビガビになることなく綺麗に録画できますということです。はい、でこれ VBR にすると、えー、録画した動画の、えー、容量が少し増加します。うん、で増加するんだけどその代わり綺麗な映像になるということです。はいまあ、基本的に VBR を推奨します。あの後でえー 自分の PC で編集すると、えー、VBR の映像ではなくなるんだけど元の動画が VBR じゃないとどっちにしろ潰れた動画になってしまうんで元を VBR で動画編集で出力した状態の動画は VBR ではないという感じになります、はい、でその場合はあの指先までちゃんと映ってるんで大丈夫です、はい、というわけで録画の項目は これで終わりかな。うん。話してないことはもうほとんどないかなと思います。で、この、その項目のね、設定場所っていうのは、えー、っとですね、まあ何を今更なんだよって感じなんだけど、OBS を開いてですね、で、設定っていう項目を押してもらって、で、出力で、えー まあ配信、録画、音声、リプレイバッファーという項目が2021年時点ではあるんですけど、この録画の項目で設定してもらえれば大丈夫です。で、ビットレートはね、基本が、えー、4万 KBPS でですね、えー、最大ビットレートに関しては、まあ、8万ぐらいで大丈夫かなという感じです。KBPS ってこれキロかなキロ。 これもね、えー、最新の情報を検索してもらって、それに沿った、えー、設定をしてもらえれば大丈夫だと思います。はい、次です。えー、いよいよ録画した動画を編集しますと。と、えー、いうことでですね、これは設定が面倒どくさいです。これ、一覧で簡単じゃんって思うかもしれないんだけど、なかなか面倒くさいです。はい。 でもこれやってもらわないとできません <laughs>、えーまあ、ここで紹介するのは無料のものなんですがあ、まあ、有料のものでも構いません、はいまあ、これはあのそれぞれで、えー、考えてもらいたいと思います、はい、でここでは a v i u t テ l ルかダビンチリゾルブという,うアプリ、まあ、ソフトですね編集ソフトの説明になります で、えー、このダヴィンチリゾルブの方に関しては、もう導入するだけで、まあ、ほとんど、っていうか、すべてのものが、えー、設定済みと言ってもいいのかな。細かい設定は自分でやってください。うん、あのこれに関しては、バージョンによって異なるので、ここでは説明をあえてしませんが、最新の情報を検索してもらってね、えー、エラーを吐いた場合っていうのは、えー それぞれで設定してもらうのがベストだと思います。はい。で、こっちのね、AVIUtil っていうアプリ、ソフトに関しては、有志の方が開発してくれたソフトになるので、個人がブーブー文句は言えないですね。うん。なんだけど、なかなか、えー、いろいろ機能があってですね。すごい。うん。これを入れれば、大体のことはできます。 で拡張編集プラグイン。で拡張 X264 外 EX。ランチョス拡大縮小。L スマッシュワークス。ダイレクトショーファイルリーダー。で、この辺のね、えー、この5つを基本的に入れてもらえれば、まあ、なんとかなるんじゃないかな、大体は。うん、これ以外にも適宜入れてもらった方がいいんだけども、それはまあ、ググってもらうということになります。ね、AVI ユーテルね、これね。 で唯一、個人的に推奨する a v i u t ィ l の設定はですね a v i u t ィ l を開いてファイル、環境設定でシステム設定みたいなのがあるんですけど管理者権限で a v i u t ィ l を起動してもらってラージアドレスアウェアっていう項目にチェックしてもらいたいということです。でチェックして えー、適用 OK で a v i u t i l を1回閉じてもらって a v i u t i l をもう1回起動と、ね、再起動という感じで導入されます。これ何っていうと何かっていうと、えー、a v i u t i l はだいぶ古いソフトになってですね、えー、メモリの使用量が少ないんですね、うん、でそのメモリ容量を増やすのがこの項目になります。 でこれ管理者権限じゃないとダメなんで、管理者権限で、えー、右クリックで、ね、AV や u t ィ l を管理者権限で起動してくださいと。で、チェックしてくださいということです。はいえー、で、最後のこの長時間動画等はダヴィンチを推奨しますということなんだけど、これなんでというとですね、えー、まあ、さっきのこのラージアドレスの項目でも説明したんだけど、 AVIUtil って古い、えー、アプリになるので、えー、使用できるメモリーに上限があるんですね。で、メモリーに上限があると、ま、長時間の動画を読み込んで作業するというのが少し難しいんですね。んで、途中でエラーを吐いたりとか、えー、出力の時にエラーを吐いたりとか、いうことになってしまうので、 でその場合は最初からね、64ビットの最新の OS にも対応しているダヴィンチリゾルブに動画を突っ込んでですね、編集してもらった方がエラーも少ないし安心かなということです。まあ、この2つのアプリを使い分けてもらえれば無料でもね、十分動画の編集というのは可能かなと思います。はい で俺も、あのー、この2つを使ってます。はい。で、次行きます。いよいよ投稿です、えー。さっきのね、編集の項目で、えー、まあ、自分のやりたいように切ったり貼ったりとか、えー、回したりとか、動かしたりとか、いろいろやったらですね、動画の出力というのもあの、えー、やってもらってですね、えー もう動画が完成していると思います。はい、で、まあ、その出力なんですけど、それぞれのアプリで、えー、ちょっとやり方が異なっているので、それに関しては最新の情報を検索してください。はい、で、各動画サイトに対応した、えー、設定を、まあ、AVI ユーティルであれば外、えー、EX の詳細設定でしてもらって、ダヴィンチであれば、えー、まあ、出力の詳細設定だったかな、うん、そこに、えー、まあ、設定項目があるので、それを YouTube なり、ニコードなりに対応した形式にしてもらってですね、出力してくださいと、エンコードしてくださいということです。まあ、基本的に MP4 で、 えー、出力してもらえれば問題ないかなと思います。はい。で、そのできた動画を使って投稿の作業をします。で、YouTube を推奨しますと。なんでというとですね、えー、VR の動画は2021年時点ではですね、YouTube の方があ反応がいいです。あの、 海外の人はですね、ニコニコ動画を見ないんですね。で、なんで海外の人って急に出てくるのというとですね、えー、日本で、まあ VR も2021年時点で普及のフェーズに入ってはいるんですけど、その動画を見ようと思う人が、ニコ動画だと非常に少ないです、うん。で、YouTube だとですね、やっぱり海外の人、たくさんいるんで、 意外と見てくれますね。はい。なので、まあ、目につきやすいっていうのと、まあ、容量の制限がない。2021年時点ではね。ので、基本的に YouTube を推奨します。はい。で、えー、投稿する際の注意点ですね。これはまあ、まあ、ざざっと <laughs>、ささっと読んじゃうんだけども、えー、投稿者の名前ですね。まあ、 YouTube をニコ動も投稿するときにアカウント名っていうのがそのまま使われてしまうので YouTube であれば Google アカウントの方でえ投稿者の名前アカウント名っていうのを編集してもらって表に出ても問題がない名称に変更しておいてくださいという感じですえニコ動に関してはえプロフィールなり何な,なりの設定からですね投稿者の名前を変更して えー、ネット上の人がね、第三者が見ても問題がない、えー、ID にしておいた方がいいですと。本名でやる人はそのままでも大丈夫です、ね。変える人は変えてください。はい。で、次です。えー、動画の説明文ですね。えー、これは投稿する動画すべてに、えー、説明文必要です。まあね、あの動画なので読んでくれない人の方が多いです。はっきり言って。うん なんだけど、作っておいたら読んでくれる人がいます。少ないけども。うん。で、俺は意外とこの動画説明文に力を入れていたりしました。<laughs> 過去ね。うん。まあ、現状はちょっと流れが変わってきてしまって、まあ、こっちはそんなに真剣にやんなくなりましたね。本当に見てる人が少ないんですよ。みんな動画を見に来てるんで、文章を読まないんですね。うん。まあしょうがないかなと。 でも最低限作っておきましょうということです。で、これはね、すべてのサイトで必要になります。ちゃんと作りましょう。はい。で、次です。えー、動画内容を投稿前に確認してくださいと。えー、っとですね。まあ、前の項目で動画を編集して、えー、動画を出力して、もう投稿直前までいってると思うんですけど、その動画を一回自分で見直してください。な、え、ん、ー、でかというと、 えま映り込んではいけないものが映り込むとかね、入ってはいけない音声が入っているということがまあ動画ではあり得るんですね。それをですね、投稿する前にえ確認しておいた方がいいですということです。もう、あの、あ,ある意味世界に向けて公開するものなので、投稿っていうアクションはね、え。ー 映ってはいけないものを映っちゃダメですよ、やっぱ。はい。まあ、それを確認してくださいということです。で、次。投稿動画そのものが間違っていないか確認してくださいと。これ何ですかというとですね。えー、まあ自分の場合なんですけど、動画をたくさん編集して、出力して、一時的に PC に保存しておいて、えー、で、まあ、配信とか、えー、動画の投稿とかが滞ったときに、 その動画を投稿するようにしてるんですね。まあ、いわゆる時差投稿ですね。あの、平気で1年前の動画を投稿してたりします。<laughs> えなると思うんだけど、あの、まあ、あれだよ、テレビ局でもやってることです、これは。あの、自分が忙しい時期とかに、まあ、ネット上に浮上してお、えー、きたいという時には、この、 アクションを取るんだけど、その時に、たくさん動画をストックしておくとですね、投稿する動画そのものを選択ミスする可能性っていうのがあるんですよ。あ、うん、あ、やべえ、こっちの動画じゃねえよ、みたいな。起 <laughs> きます、うん。なので、投稿する前に、その選択した動画が間違ってないかを確認してくださいということです。なんか、冬なのに夏の映像を上げるわけにはいかないでしょ ね、そういうことです。はいね、VR を上げる予定だったのに、なんか別のゲームの動画選択しちゃったよみたいな、いうことがあったら、えーまあ、投稿直後に消すとかいうアクションが必要だよねということです。はい。次。あ終わりましたね。<laughs> まあもう投稿するところまで、えー、解説をしたので、えー、まあ、言われた通りとか、えー、検索して最新情報を た人は投稿まで行ったんじゃないかなと思いますはい。というわけで vr 動画の作り方は以上となりますいや長かったねもうね俺が疲れちゃったよまあ、みんなの方はもっと疲れてると思うんだけど、えー、まあ、本当にお疲れ様でしたという感じですはいえーっとですねまああの動画の質問 とかね、動画に対してのコメント欄で、えー、まあ、問われたことなので、今回の動画で解説をしたんですが、こういうことはね、基本的に文章で書いた方が説明もしやすいので、えーまあ、ネット上の情報もね、ほとんどが動画ではなくて文章なんじゃないかなと思います。で、自分自身もね、えー そうね、ブログみたいなものを自前でサーバーから作ろうかなと、えー、2021年時点で、だいぶ前からなんだけど、思ってるんで、余裕があれば、リンクを貼っておいてですね、動画以外でも解説しておきたいなと思います。はい、5年後どうなってるか、楽しみだね。<laughs> サイトが消えてるか、アカウントが消えてるか、あるいは全てが残ってるかと。 っていう感じになってると思うんだけど。ねあの、動画で見たい人と、文章で見たい人、どっちが多いかって言ったら、多分文章で見たい人の方が多いと思うんですよ。5年後、10年後も。ね、解説っていうのはそっちの方が基本わかりやすいんで、ね用意しておきたいなと思う,う、思う次第です。はい。うん。まあ、こんな感じで。 今回の三本構成の動画、終わりにさせてもらおうかな。はい。まあ、言いたいことは言ったと思います。多分、うん。まあ、できてなかった人は検索してもらいたいね。やっぱ、うん。こっから先、俺に聞いてもいいけど、あの、俺結構、回答するまでに時間かかるんで、えー、ネットで探した方が早いです。やっぱり、うん。今回はね、えー、作ったんだけど。 基本は検索ということでお願いしたいと思います。はい。というわけで、えー、まあ、結構長かったね。はい。本当にお疲れ様でした。はい。ではまた、えー、別の動画に、ね、会えればいいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。お疲れ様です。はい